リビングストン島から見た海峡をブランスフィールド海峡は、サウスシェトランド諸島と南極半島の間に、おおよそ北東から南西の方向に挟まれる、長さ約3 0 0トル、幅約1 0 0トルの海峡である。1825年に、イギリス海軍のジェームズ・ウェッテルにより、1820年にサウスシェトランド諸島を記録した、同海軍のエドワード・ブランスフィールドにちなんで、 命名された。海峡に沿った海底のトラフは、ブランスフィールドトラフとして知られる。海盆は、長さ約4 0 0トル深さ約2キロメートルで、サウスシェトランド諸島と南極半島の間に位置する。約400万年前に始まった島の裏側の隆起によって形成された。この隆起は、今も続き、ブランスフィールド海峡に沿った地震や、火山の噴火を引き起こしている。 海峡に沿って、旧火山のオールカミヤマ島、水面下に火山由来の湯場のミヤマ隊がある。2007年11月23日、客船メガボルトエクスプローラーが氷山に衝突し、ブランスフィールド海峡に沈んだが、154人の乗員全員が救助され、怪我人は報告されていない。ありがとうございます。